当倍をクリックすると 100% 表示になります。ズームして画面を確認してみましょうか。特にランニングマン星雲がちゃんと映っているのかどうか拡大して見てみましょう。明るさとコントラストをうまく調整してランニングマン星雲をあぶり出してみましょう。こんにちは、すみやです。今日は ASI エアーの使い方解説の第6回目です。前回と前々回は ASI エアーでライブスタックした天体を ASI フィッツビューや ASI ディープスタックであぶり出しました。今回はさらに詳しい ASI ディープスタックの使い方です。今回あぶり出すのはオリオン大星雲とランニングマン星雲です。M42 のフォルダーからライトフレームを読み込みましょう。今回使うのは3月16日のライブスタックのデータです。露出時間10秒、ビニング1、ASI2600MC Pro で撮影したゲイン300のデータです。バイアスファイル、フラットファイル、ダークファイルも露出時間10秒など同じ条件のものを読み込みます。すべてのファイルが揃ったらスタックを開始します。ライトフレームにエラーがありますと出てきました。ライトフレームを確認してみましょう。下から4番目のファイルを見ると57枚スタックしたファイルでした。シングルチャンネルのみをサポートしますと出てきました。これがエラーの原因ですね。右クリックして取り除くをクリックします。これで大丈夫です。もう一度スタックを開始しましょう。位置合わせ中と表示され、進行状況がわかりますね。スタックが終わると、左にスタック後の画像が表示されます。オリオン大星雲が映っていますね。左右上下を反転させて、いつものオリオン大星雲の形にしましょう。当倍をクリックすると 100% 表示になります。プラスを押すと 10% ずつ拡大されますね。マイナスを押すと元に戻ります。ヒストグラムをリセットするとほとんど映っていませんね。オートにするとちゃんとしたオリオン大星雲に戻ります。ヒストグラムストレッチを調整してみましょう。黒い三角矢印を右に、白い三角を左に移動するとオリオン大星雲があぶり出されてきますね。背景が暗くなってオリオン大星雲の姿がよく浮かび上がってきます。細かな調整をいろいろしてみましょう。ズームして画面を確認してみましょうか。特にランニングマン星雲がちゃんと映っているのかどうか拡大して見てみましょう。プラスを押すより 100% 表示にした方がいいですね。ランニングマン星雲ちょっと薄いような感じですので、少しヒストグラムを調整してあぶり出してみましょう。薄くなっちゃいましたね。左にした方が濃くなりますね。右にすると背景も暗くなりますが、星雲の光が消えてしまいますね。ホワイトレベルの方は適切なところに移動するのがいいかもしれませんね。ノイズリダクションも入れておきましょう。明るさやコントラストも変えてみましょう。コントラストを上げるとやはり暗くなりますね。
星雲が見えなくなっちゃう。その分明るさを明るくすると星雲がよく見えてきますね。明るさとコントラストをうまく調整してランニングマン星雲をあぶり出してみましょう。明るさとコントラストを上げた方がくっきりしてきますかね。ただちょっとケバケバしい感じになってきますね。デフォルトをクリックすると初期状態に戻りますので、まあこれでも少しは見えますけれどもね。全体表示にするとこんな感じです。ランニングマン星雲とオリオン大星雲がよく映っているのがわかりますね。これで保存を押すと保存できますね。はい、保存されたようです。ダブルクリックすると撮影データが中央に来ますね。そしてヒストグラムが下に大きく表示されます。この方がヒストグラムの調整はやりやすそうですね。はい、ヒストグラムが左右に大きく広がったので、右の小さいヒストグラムの調整画面よりは使いやすくなりますね。これで調整しやすいですね。ダブルクリックすると切り替えられますね。ちょっと大きくしてみましょうか。オリオン大星雲を全体表示しました。ランニングマン星雲もかなり大きく表示できますね。右と下に移動バーがあるだけで、あとは全部天体の画面になりますね。あ、これで保存すると保存場所が背景が暗いのでよくわかりますね。ワンドライブに保存されているようです。これは後で保存場所を変えてみましょう。はい、この状態でヒストグラムを表示すると、ランニングマン星雲をあぶり出しやすそうですね。明るさとコントラストをここでも変えられますね。これはいいかも。ちょっと白っぽくなっちゃいましたね。デフォルトに戻すと消えちゃいますね。ちょっとデフォルトだと浮かび上がらない感じになっちゃいますね。なかなか浮かび上がらせるのは難しいですね。ヒストグラムの調整って意外と難しいですね。ただシャープキャップと違ってオートカラーバランスは自動でやってくれるので、特にいじる必要がないので、ヒストグラムの明るさの調整だけでいいので、それほど苦労しませんね。調整はね、色のバランスは自動で行ってくれるのが嬉しいですね。色調整必要ないのは楽ですね。シャープキャップは色の調整もしないといけなくて、その調整は有料版でしか自動でできない、そういう問題点がありましたね。ガイドカメラ使ってないので、ちょっと下が切れている感じですね。まあでもあまり切れていないので気にならない程度ですね。前は上がすごく切れ込んでいたので、まあライブスタックの時間にもよるんでしょうけれども、あとオートガイドをしっかりつければその心配はないんですけれどもね。まあでもライブスタックとか ASI ディープスタックとか使うと星の位置を自動で重ね合わせてくれるので、特にガイド鏡がなくてもオートガイドしなくてもちゃんと綺麗に重ね合わされていますね。下がちょっと黒くなっていますので、ちょっとこの分赤道儀が追尾精度が少しずれたところですね。スタック画像とシングルフレームを切り替えてみましょう。シングルフレーム真っ白ですね。こんなに白いんだ。まあヒストグラムをかなり強力にいじっているので、その分シングルフレームが明るく見えちゃうのかもしれませんね。あ、これは保存場所の変更ですね。今ワンドライブになっているのをちょっと変えてみましょう。これをクリックすると保存場所を変えられますね。はい、
E ドライブの ASI スタジオに保存しましょう。あ、これを選ぶとフォルダが選べないね。これで ASI スタジオのフォルダに変えて OK をしましょう。保存場所を変えました。このフロッピーのマークですね。古いね、フロッピーって。まだフロッピーなんて使ってんのかな。ちょっと時代を感じさせるアイコンですね。まあでも保存するアイコンとしては他にいいものがないのかな。保存フロッピーが保存。はい、終了します。以上です。お疲れ様でした。いかがでしたか。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。